よお前ら、俺様が今日も太陽がボーボー持ってますね。今日は2020年3月6日です。朝食ですね。はい、このマイグラをね、食べようと思います。ドンキホーテでね、安かったです。いくらだか忘れましたけど、なんか安かったですね。マイグラ。ほのかな甘さと香ばしさって書いてありますね。カルビーのロゴは地盤屋のようで、このパッケージは全体的にジャイアン色で、そう、ほのかといってもね、天然温泉ほのかや野田温泉ほのかのことではありません。はい、オーツ麦と4種の穀物。フルーツはこれないんですね。あ、だから安かったのか。フルーツなしだから多分フルーツの分だけ安くなっていくんでしょうね。オーツ麦と4種の穀物です。ヨン様はペ様と言い換えられるので、オーツ麦と4種の穀物は、オーツ麦とペ種の穀物とも言い換えられます。じゃあ早速ね、開けます。無編集です。はい。あ、確かにフルーツ入ってないですね。確かにフルーツグラノーラだったら、ね、地盤屋色の乾燥した、あれが入ってますよね。なんていうんだっけ、あの乾燥した、ラズベリーか。乾燥ラズベリーが入ってますけど、これはフルーツは入ってないですね。はい。まあでも別にこれでもね、十分だと思います。じゃあ、それでは食べます。それでは口を開けて、あーん。うん。うん。うん。シリアルの味がしますね。そう、シリアルはケツアルとも言い換えられますね。はい。やっぱクレヨンしんちゃんにシリマルだしっていうなんか怪獣出てきますよね。あの怪獣面白いですよね。あんなおもちゃがあるとかね、面白すぎますよね。はい、それではさようなら。ボーボー。